フェデリーコ二世ゴンザーガは、マントバコマントバコモンフェラート公、イタリアの名門カモンゴンザーガ家のマントバ公、フランチェスコ二世ゴンザーガと、キーイザベラデステの着難として生まれた。フランスとローマ教皇の宮廷で教育を受け、1519年に、母イザベラ、おじしジズモンドとジョバンニが摂政を務める下で、マントバ公位を継承。軍事経験は浅いにもかかわらず、 教皇レオ十世から教皇軍の最高司令官、ゴンファロニエーレに任命された。しかし、フェデリー・コ二世は伝統的に同盟してきた神聖ローマ帝国と戦うことを避けるため、1527年にマントバ領を通過する帝国軍の邪魔をしなかった。この軍隊がすぐ後にローマ略奪を引き起こした。フェデリー・コ二世は体調の優れないモンフェラート公。 ボニファーチョ4世、パレオロゴの後目を狙い、彼の長女で、後継者であるマリーア・パレオロガと結婚した。しかし、ボニファチョ4世の健康が回復したので、彼は、愛称、イザベッラ・ボスチェッティオ・マリーアが毒殺しようとしたという、嘘をつき、マリーアとの結婚を無効にした。フェデリー・コ2世は、神聖ローマ皇帝県スペインオーカール5世の、 親戚にあたるジュリア・ダラゴナと婚約した。1530年にはマントバ行為を受釈された。同年、ボニファチオ4世が落馬事故で急死したため、フェデリーコ2世はマンドゥカートをカール5世に支払ってジュリアとの婚約を解消し、かつて結婚を無効にしたマリーア・パレオロガと自分を再婚させる要強行に要求した。ところがマリーアは二十歳の若さで急死したため、彼は、 マリーアの妹マルゲリータと1531年11月に結婚した。モンフェーラート皇位は、ボニファジオ4世の弟ジョバンニジョルジョパレオロゴが、ついだが、彼は死死のないまま1533年に亡くなった。パレオロゴ家の直系が絶えたため、最も近親にあたるマルゲリータパレオロガを通じて、夫であるフェデリーコ2世がモンフェーラート公となり、 1708年の断絶まで、コンザーガケが、モンフェラート公の所領と称号を保持した。モンフェラートは、スペインに占領されていたため、実際の継承は1536年になった。フェデリー公二世は、父から遺伝したと見られる梅毒に長い間苦しみ、1540年に、マルミローロにあるビラで死んだ。マルゲリータ・パレオロガとの間に、以下の子女を設けた。ありがとうございます。